ピチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今年参ります。12球団別10億円予算で年俸どれだけ上がるか大会。これ選ぶの難しいんですよ。いやいや、損的だよ。いけました、うん、難しいです。まあ、基本的にルールを紹介します、はい。このルールは前の動画で出てる10億円選手、こちらの選手をに、僕と赤間さんが取った選手はもう選べません、はい。でその時に被った選手も選べません。被って2人とも取れなかった選手、はい、だから山川とかね、はい、松本剛とか長岡選手とか、も、選べません、はい。で12ポジション、うん、先発リリーフ抑えで DH も込み、はい、12ポジション12球団から選ばないといけません、はい。でなおかつ予算10億円以内でアップ率を競います。はい。でこの時点これでも被った選手はもうお互い取れません。取れないですか、うん。で先発から順番にいきます、はいはい。これがいや今もうバランス見ないといけないじゃないですか、うん、球団の、うん、そうそうそう。だから今もう一人ずつしか選んでないんですよ、うん。かぶっちゃったら、うん、いやかぶっちゃったら全部がシャッフルされるよ。そうそう、だからバランス崩れちゃうんで、うん、そうそうそう、どうしようっていう、うん、はい。じゃあいいですか、一旦行ってきます、うん。はい、先発ね、はい、いいですよ。せーの、高橋宏斗。今永投手。あ、今永ね、はい。俺高橋宏斗、はい、中日、うん。そうか、そこでもう佐藤さんは中日がもう後から選ばないってことか。うん、あと選ぶ選手いないもん中日。そうですね、うん、高橋宏斗以外で。今永投手が1億4000万。3500万だ。おお、中継ぎですか、はい。せーの、伊藤大海。ああ、去年やってるからっていう、うん、そう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 。私は中日の清水投手。伊藤大海リリーフやってるんだよ。そうですね、うん。私次抑えかぶったらどうしよう。かぶせるよ俺。いいですか、うん。せーの、水上。ほらそうじゃん。いない、もう次候補がそもそも取れないですからね。伊藤大海俺いるから。え待って、でそうするとさ、うん、もうさ本当にシャッフルね、え、これさ、去年やってたら、去年やってたらいいの？ん？もちろん。え、じゃあもういいや。はい、OK。OK。ちょっと待って、俺調べるわ。あそこいけると思うんだけどね。まあでも9回投げてたら大丈夫なんだよ。いいってことですよね。うん。はい。いいですか？はい。せーの、宮森！宮森ちょっとやめてよあ、でもそっか。ん？あ、いいんだいいんだいいんだ。大丈夫、いいです、いいです。いや宮森、私ずっと、あ、宮森入れるとしたらここしか入れられなかったな。ネクスター入らないわ、24歳だから。佐々木宮森です。そうですか、平良ですか。平良、あの、去年投げてるんで、うん、ちょっと今年先発ですけど高いけどね受賞してめっちゃ上がることを祈ってますいや、俺9回やったことあんのかなって言ってて、うん、え、伊藤大海で考えてんのかなと思ったの俺。あー、だから俺は、リリーフ水上、はい、抑え伊藤にしようとしてたの、はい。だからどっちが取られたら嫌かなと思ったら伊藤の方が取られたら嫌だから、俺伊藤をリリーフに入れた。あ、そうなんですね、うん。私でだったらじゃあ抑えも水上言うから水上をわざと消してっていう、うん、そう私抑えがリリーフ水上にしてたんですけど、うん、抑えがいないと思って。宇田川もそうだけど終盤だけしかいなかったからね。そうですね、うん、そうそう、はい。キャッチャー OK です。キャッチャーいいですか、はい、いいですか、はい。せーの、松川。梅野選手。あ、梅野、はい。おー、また大きい買い物します、うん。複数年です。ええ、複数年じゃなかった気がする。そうなの。え、あ、今年が、え、21年に3年契約で結んだ、うん。嘘、ほんと21年、だから22、23、24まで複数年です。チーン上がるかもしれない上がるかもしれない、ボーナスつくかもしれない、ボーナス。前回の佐藤さんの島内みたいな、不憫だからって言って上がったことあるんですか不憫だからもう残念、複数年です。もうちょっと複数年難しいよいや、俺もキャッチャー梅野にしようかなと思ったの、はい、安心枠、うん。だから調べたの、複数年か、はい、うん。あ、そしたら21年のオフに3年契約結んでるからダメだと。私も調べたと思ったんだけどな。でもいいじゃん、下がらんから
まあね、確かに下がらない。ダウンはない。ボーナスつくかもね。そうですね。いや、ボーナス出ても契約公開で言わないでしょ。じゃあファースト。ファーストね。はい。大丈夫です。大丈夫。はい。せーの、ヨーカワ。あー、これはもうヨーカワ、セーブいって、うん、頑張ってくれると思う。はい、マスダリック、今年もこうね、世代交代じゃないで出てくると思う、うん、高い買い物ばっかりしてんね。はい、ちょっとこっから控えていくんで俺もみんな安いよ、俺でも大きい買い物した方が上がる率も高いんで。うん、どうしてた、下がる率も高いんだ。そりゃそうですよね。5億2000万。もうもう5億2000。まあ1億7600万。あ、まだ1億7000万、まだ8億円も使っちゃう。もうもう5億2000。そりゃそうです。だって1億円以上も4人いんだよ。だってだって8000万だよ1人平均。いや、あのね、水上投手取れなかったのが痛かったの平投手取る予定なかったからじゃあ次、はい、セカンド。セカンド、はい、せーの、吉川。うん、三森選手。あ、三森ね。はい、俺吉川。はい、吉川7000万。三森選手は4500万。次、サード。サード、はい、もう決まってます。せーの、牧原。誰ですか。牧原。あ、牧原。ソフトバンク。私、オリックスの宗選手、ね、ちょっと高いんだよな。大丈夫かな。あ、1人7000万です。あと、お嬢は結構使えるじゃん。いける、うん、よし、決めた。ショートいい。オッケー。せーの、森。あ、DeNA ですね、うん、私は小深田選手、楽天の5000万です。ちょっと高い。俺めっちゃ、だいぶ安いもんな。安いですね。俺もめっちゃ安いよ、うん、でも今オープン戦大活躍だから、うん、私も今永投手取っちゃってるんで。そうそうそう、だからもうこの辺楽なのよ、被ることないからね。あ、そうですね、うん、はい、じゃあレフトいいですか。はい、せーの、中川。高部、ロッテの高部選手です。あ、オリックスの中川選手ね。高部選手は5億1000万目。さあ、いいですか。ちょっと待ってください。中川でしょ、やっぱり来るっしょ。絶対来るっしょ、ね、中川。オッケー、応用してなさったら来ないし。オッケー、はい。せーの、塩見。塩見センター DH 残してたヤクルト。私、野間選手。そうなの。俺、ライトに野間取ってたんだけどね。でしょ、今佐藤さんがカープ選んでないから、うん、あの、被るかもと思って。でも俺は野間は全ポジション守ってるから、はい、とりあえず余ったら取ろうと思ってたの。あ、だから俺はもうあの中川と、だって俺ヤクルト塩見取らなかったらいないからね、うん、そうそう、だからね、私もヤクルトが塩見選手しかいなくて、うん、だから俺、だから野間と中川はどこでも守れるから、うん、だからそこの二人をどっちかと思って。私もカープ難しいから、もう野間選手先に行こうと思って。だって何かあったらあの DH あるから。そうなんですけど、うん、俺後を取ってないのがだから、私があと阪神と広島だから。はい、俺じゃあ俺ちょっとこれあれだけ見よう。複数年かどうかだけかな。一人でいい外国人。いやいや、外国人はね、あの、いなくなったら終わりだからね。ねえ、あの外国人は3年契約してるから。そうだって、そこはこうだから言ってんじゃん、活躍すんのかっちって。あいつなんですよ。あの、いや、どうなの。よし、私決めた。日本人行くべき。ゼロきついよな。うん、ゼロきついですね、外国人は。お父さん一回ライデルかなんかで一回上がりました。いや、それはもう、あの、ピッチャーはわかるよ、それは。あの、そんないきなりあのメジャー移籍しない限り、うん、いなくなることないじゃん。でも野手はすぐいなくなるからな。外国人はもう絶対的保証がない限り行きづらいんだよね。だって袴田さんだってもうあの梅野の複数年行ってくれてるからさ絶対増えないから。あそこ、そんなこと言ったら前回島内選手選んでますからね。島内上がるから上がります。あの不憫で
でも一回ダメって言われてるんですよ。いやいや、だからそれはあのスタートだから。まあそうですね、うんうん、でも今年はもう1年間経つから不憫で、不憫でまた頑張ったからもう不憫だからな。じゃあこれでいいか、うん、契約今年終了で来季あげるって。いやもう複数年はプラスだけど、じゃあ年俸3000万あげてるけどこれでいいよな、はいっつってなります。うん、に期待したい。じゃあ私決めました。決めた、うん、ライトね。はい、せーの、島田。浜田、ね、浜田選手。俺も島田、うん、私でも青木選手がやっぱベテランなので、うん、浜田選手そういうところでこうレフトとか出てくるかなっていうね、うん、内山来るからね。はい、そうですね。で内山君はやっぱキャッチャーで育っていただいて。俺も島田選手は3000万。浜田選手が俺も飛び道具持ってっから DH に。うーん、あ、そうなんですか。1300万。んあとどこチーム最後。あと日本ハムです。日本ハム。私もまさに広島ですね。うん、もう広島は俺決めてるから。これってやついるからですか。うん、私ももう、はい、この人今年は、まあ、そこそこアップするだろうって思ってます。結構いい感じに。普段外人だと思う。何さすえ、うん、日本人ですか。外人でしょ。それは言えんよ。絶対外人だと思う。あ、あれ来た、あれかな。僕はあれやと思います。あれあれ、来年もいると踏んで。はい、かけるぐらいさ。じゃあ、はい、じゃあ書いといて。大丈夫です。いいですか。はい、せー、じゃあもう一人ずつ言おうか。どうせかぶらへんから、はい、じゃあどうぞ。広島、私万波選手。万波ね、はい、おー万波ね、はい、俺清宮行くのかと思ってた。あー、私万波選手で、うん、あ、そっか、 DH とかどこでもいいんですもんね、うん、最初私ライトに万波選手入れてたんで、うん、でも私万波選手来ると思うな。万中って書いてんじゃないかな。万波中世だから。万波中世、万中。で俺のカープは、はい、スタッフも、うん、デイビッドソンだって、うん、こうやって足りんよな。私はデイビッドソン審判です。デイビッドソン、デイビッドソン。え、私は、うん、マクブルームかなって思います。マクブルーム、うん、浅いよね。あ、違う、いいですか。あ、新外国人。それがこれだから。それがデイビッドソンだから。あれ、デイビッドソンってそうだっけ、うん、そうだっけ、そうか。それでは発表します、はい、DH カープ菊池涼介。あれ複数年とかじゃないんだ。最終年でございます。あ、そうなんだ。4年契約固定3億円の今年最終年でございます、うん、来季アップします。アップする。そりゃする、花さんやろ。 いなくなって終わりやぞ、セカンド。そうですね、うん、うわ、そういうとこ持ってきたか。しかも3億円、はい、予算全然余ってるから。そうですね。私は取れないですね。複数年のやつ調べるのこれあれですね、肝ですね、ほんと。でも、あの上野も上がるかも分かんないじゃん。ボーナスで、ね、今年よく頑張ったなって言って、今年はあれしたから優勝ボーナスやって言って上がるかな。3億円、3億円で俺8億1200万円。あ、これから一緒ぐらいですね、うん、私も最後安いので。お母さんも8億1200万。うん、これ球団固定だからね、そんなピッチャーに金使わなかったらそんなに使わないよ。そうですね、しかも10億円でも取られてるしね、うん、基本的には。俺はもう里崎チームの中の大幅アップ率期待は高橋宏と伊藤のこれピッチャー2人、うん、あとはあの吉川牧原、うん、私は今永投手が、うん、今永投手が来季 FA 取るんですよ。大丈夫、来季 FA 取るんでしょ、はい、ポスティングで痛くなると思うよ。え、今年 FA 持ってます。あ、じゃあ来季 FA を取るんですよ、うん、だから、え、ポスティングもう今年します。そんなことあります。だって FA で言ったらお金もらえないじゃん、はい、球団が、うん、え、に国内 FA、 国内 FA、 海外じゃなくて、はい、6年、6年だと思います。なんか、うん、だからポスティングするするんじゃん、これ WBC で大活躍して、大活躍して。でも確かに去年の年俸、給料では海外の視野っていう話は言ってます。残る0円ある、0円残る、今永0円の梅野が据え置き。残る。いや、去年だって山本由伸大丈夫、ポスティングで行くんじゃないって言って残って大幅アップしましたから、うん、そうだね、分かんない、分かんないです、うん、これはね、やっぱそろそろポスティング0円見たいよね。うわーっていう。なん
だから外国人行きづらいもんね。そうですね。俺もノイジー行きたかったよ。俺ノイジー行けてたんだよ、予算内の中では。うん、でも0円1億ぐらい。いや、わかんないですよね。よっぽどのさ、うん、じゃないと行きづらいよね、外国人は。そうですね、うん、あと私平良投手が、まあ、高いですけど、うん、先発で、まあ、ものすごい成功したりしたら結構大幅アップあると思うので、うん、あとは梅野じゃやっぱり。ああ上がんないですよ、もう複数年でしょ。分かってボーナスあるかもしれない。もう結構上がると思ったのに複数年だった。ボーナス2億いくと思ったのにな。いや俺もキャッチャー梅野にしようかなと思ったんだよ、俺も、うん、阪神のところ、はい、で俺はキャッチャー梅野にしてファースト井上誠也にしようと思った、はい、で梅野調べたら複数年ってなったからもうダメだと思って、うん、じゃあもう松川、あとロッテいないから松川にしようと思って、うん、であと高部が肩肉離れしてるから、うん、あれ今そうでしたっけ、うん、あ、そうだ今離脱してるわ。で、開幕はもう絶望だから、うん、戻ってくる、大丈夫で戻ってくるよ。だからそこの投げられへんかったらあれやからどうなんやろなっていう、うん、戻ってくる戻ってくる。だからそこもだから高部入れきれ、俺も入れたかったの。俺高部なんて10億円の方で入れたかったの。そうですよね、うん、でも私も候補に入れてて。でも肉離れ、肩肉離れで。え、肩の肉離れでどうなんですか。投げれないし、うん、だから分かんないよ、うん、俺はもう全部憶測だけど、はい、肉離れだけだったらいいけど手術とかしないよねって思ってる肩。分かんないよ、はい、勝手に言ってた可能性だからね、はい、そしたら、まあ、ちょっと入れにくい。でもまあ大丈夫だよ、3500万からゼロになることないから、うん、そうですね、うん、交渉、それはない、うん、500万ぐらい下がるだけだから、うん、大丈夫だから、そのあんまり、ね、関係ないけど、お、だからそこがちょっと、うん、そうじゃなかったら俺10億円の方に高火入れてたと。そうですね、うん、安いし、うん、一応じゃあ沢村やったらしくて、ん、沢村複数年じゃないの。その辺はちょっと分かるんです。 だから俺行きづらいのよ。そう、複数年っていうマジックがあるから、そう、調べないとあれですよね、うん、なんか帰ってきてるからね、うん、複数年説あるからね。ありますよね、うん、でもミモリはいいと思うよ。うん、そうなんです、うん、俺もうソフトバンクいないから牧原どこでも守ってるからどこでも入れれんのよ、うん、そうですね、うん、やっぱソフトバンクってうまくいくとアップ率高いので、うん、あと DeNA も難しかった俺。そうですね、うん、森に行くしかないからね、うん、いや私はでも今のご投手でも、うん、大丈夫残る。ポスティング大丈夫、ポスティングないギリギリのとこ攻めるで毎年、はい、このメジャー。そうですね。まあということでね、はい、まあ、答えは1年後ですから。そうです、はい、だから、はい、みんなも10億円これ全部やっていったら自分らだけでできるからね、うん、ぜひやって。そうですね、はい、あの僕たちに勝ってるか試してください。はい、はい。